まだだよね。水抜いてからだからまだだよね。戻る意味なかったな。よし、水門を開ける。まあ今の位置でセーブしとけばね。これね、こうじゃなかったね。よっ、こうだったね、角度。なんで左下を黄色に、下を青に、そして上を白と青に。くっそ、そのままの位置で残っとけよ。これ、ね、あのね、上のね、緑色のランプの数が増えるからね適当にやっててもいけたからね。よし、水抜いた。ボス戦、ボス戦。何を任せたんだ、わらわら。やった。そう、まあ、適当にやってたんだけど、この黒色のところで判断するのが正解だったっぽい。それじゃあ次のレコードをいただきに行こう。あったあった。1分以内かなり短いけど、武器強化されてたら余裕か。ダムもうちょっと開けよなって初見で思った。あんまり水流れなかったね。確かにそういう言い方すれば1分。ドローンに遊びましょう。1分か。1分はちょっと短いね。ボス戦だ、頑張れー。モローはマグナム連発で余裕。モロー戦はやはりドラグーンの乱射が楽しそう。マグナムはね、1周目だとここ終わってからマグナム取りだからね。カドゥー、お金。これ何あったんだっけ。今1万もらったけど、これパーツだったっけ。まあいいや、はいっと。ということでね、モロー君ボコります。モローは屋根に登った時点で厳しいカウント。なんだったこれ、こんな場所にあるよ。何だよ。確かハンドガンのロングバレル。無理だね。あー、マグナムの弾使うか。もうスキップになっちゃってるな。でここでセーブ入っちゃうか。入っちゃったね。じゃあロードだね。これを全部打ったらマグナムに変え、いや、まあ弱点出たらマグナムに変える。 OK、 いくぞ。やるしかない。お、終わった。
マグナム強っ。ブレランケ弱点出すのもて。吐き気がする。さあ、おいくらかかりましたかね。早すぎて草。あった。ああ、もう分からないんだよね、何秒以内が。マグナム強い。20秒くらいだったんじゃないかな、多分。わら。まあ、まだカスタムが全部終わってないんでね、ちょっと。モロー君かわいそうで行き。パーツを集めて。30秒かかってない可能性もある。よし、まあアイテム回収したらトトと次行こう。ヤギは初めてボートに乗ったエリアのようだね。初めて戦った時はね、あのアシッドレインがよく分かんなかったんだよね。キャンセルさせるのが正解なのか。モロ君の死体漁ったよね。取れなかった宝箱あるところ。取れてるよね。ここが壊されてないから移動がめんどくさいんだけど。もう一箇所ぐらいなかったっけ、アイテムの場所。トレジャーリストにない。トレジャーリストっていうよりもこっち見た方が早いかな。あったあった、モローの復眼、これがトレジャーリストか。あったあった。さあって、こっちかな。出口は先か。で、ここもね、一番初めにモローの会話を盗み聞きしてたところってね、分かんなかったね。鍵ー、鍵が揃った。そして最後のハンマーおじさんからのね、メッセージ。ランドお母様からカドゥーカドゥー。お、青い、やったな。戻っちゃった。よし、マップが真っ青で、こっちだね。宝箱あるか。お、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 あれ、ボートは？うん、ここ、ここだったよね、あった場所。ここだったよね。これが人に見えた。顔、上着、ズボン。あの宝箱、やっぱなくなってる。あれれ、ボートがこっちに引き込まれていった可能性が。
で、ヤギはこの辺らしいね。いる？なんか音してるね。あにゃん。ん？ね、わかんない。ここだって。で、いないってことは壊してるかな。写真と照らし合わせるんだ。ここだね、ここにあることになってるけど。ハングル読めるだよっ。うん、多分壊してるんだろ。で、ここにナマズくん。あ、ここまで流れ着いてたのか。なるほど。で、女神像。ナマズ、ナマズめんどくさいよね。あった、よかった。なるほどね。笑い。そこまで言ってたのね。お宝見つけた。で、ナマズくんは2匹で完了。しゃがんだら見えないかな。こうやったら見えんの。汚ねえな。しゃがみたくねえ。しゃがみたくない。15の夜。うん、ここのヤギ橋は終わったようだね。あばよ、あばよ、とっさん。わらわら。よし、じゃあマグナム回収して。モロウ編完。ヤギはね、あとね、これか、あと4匹で、クランク取ったことでいろいろ回れるようになったからね。トイレとかその辺終わらしておきたい。工場荒らしの時間が近づいてきた。まだや、まだ工場には行かへんで。いろいろコレクションをコンプリートしてからや。ここの玉ってどこ出てんやねん。この先だっけ。まあいいや、とりあえずマグナも取ってこよう。トイレに突撃の時間だ。とりあえずマグナム嵐。その前に雷管の戦闘があるよ。早く中に入ろう。ここ敵いなかったっけ。パスは耐える。ドロップ、ドロップ。
暗すぎ。酔っ払いが。やっぱ30発が少ないよね。無駄打ちしたら一瞬でなくなっちゃうからね。他のアサルトライフルなんか80発入るのあるっていう話を聞いたから、それを買うか。俺の秘密研究所だ。最高難易度のメインウェポンかな。よ、3万円。30発でしたらすぐリロードしないといけなくなる。で、やっぱ、あー、アイテム欄やべえ。おい、イチコロだぜ。一撃必殺。だって意外と少ないよね。ハンドガンとショットガンなら30発多いんだけど。わらわら。すごい。クランクじゃなかった。井戸班だ、井戸班。ワンパンマグナム、わら。威力4500だから。さすがに伊達じゃない。イチコロだ。すごい破壊力。破壊力ですかね。あとこいつ結構いいお金になった。うん、あとこれだっけ？なんだっけこれ？あ、玉だ。で、一家に一丁は欲しいね。銃があれば死ななかった、ね、と、あれまだだ。で、この家。よし、すっきり。村にいるこいつの強化バージョンも楽々やれそう。なんか声してんだよな。水車の音かな。まあこれしなくていいんだけどね。もうまあお金は欲しいし。これ難しかったっけ。おいおいおい、そんな器用な。そんな器用な落ち方せんでも。ね、今のないわ。器用な、わら。あらあら、ウルフズベインだと2発はいるからね。わらわら。ここだけだったよね、確か落ちそうになるの。うん、ここだけ確かね、上に引きつけながら行かせればいいだけだったはず、これ。最後のゴールがわからん。別に何も難しくないよ。だからよく器用な死に方したな、今俺。はい、オッケー。すっきり。すっきり、すっきり。よし、じゃあこれ、あれ、デュークに売りつけに行こうぜ。やはり難しいのは工場のみ。売りつけようぜ。
これはジャイロの方がやりやすそう。ジャイロあんの？よし、こっちだぜパパ。あ、そうそうそう、案内してくれるんだ。こっちから帰れるんだっけ。ここ開いてんだよね。で、ここになんかいたっけ。まあ行くのはこの先。おー、ヤギだヤギがいたわ。おい、宝石忘れてんぞ。宝石？あ、これか。めえ、ヤギさん。呼ばれたからつい行っちゃったね。おい、パパよ。俺はお前のパパじゃねえ。ここじゃ、ここじゃ。クランク、万能クランク。あなたがもし無人島に持っていけるとしたら何を持っていきますか。クランクかなその無人島バイオの研究施設だな。もうその時点で無人島でも何でもねえけど。あれ、いなくなった。どこへ行こうというのだね。ここもトイレじゃねえの？空いてるけど。お前も家族、パパ、だ。そういう意味ではさ、バイオセブンの時の家族って、イーさん何役だったんだろうね。もう全員揃ってるじゃん。クランクじゃ身を守れねえな、わら。クランクはどのバイオにも出てきますしね。宝石、宝石。ピジョンブラッド、大きいピジョンブラッドだっけ。もう一個組み合わせ。やったぜ、あと一つ。人死体のある無人島へようこそ。あのバイオ4のさ、ラストダンジョンが無人島じゃなかったっけ。あれラストダンジョンだったっけ。さあ、帰ろっと。ただまーっと。はい、ちょっと入れて、タイムカードしてきますね、タイムカード。はい、タイムカード入った。カシャ、刻印。無人になった島。まあ、そもそもあいつらが人間じゃないと考えれば。よし、デューク。タイムカード、わら。これカドゥーっすね。カドゥーやっぱ回収してんだよね。やっぱりデュークは俺を消しかけたんだよね、こいつらのパーツを集めるために。バイオリベにも無人島だったよね。いやー、高額では買い取りましょう。4万。しゃべらねこれほどの品は一体どちらで。娘をタイムカード扱いするパパのクズ。これ邪魔だからね、獣のやつは売る。まああなたとの仲ですから買い取りましょう。お金が16万円。パーツ先買うか。高すぎじゃん。反動軽減落書き無用。威力相談数か。相談数は、うん、ロングバレルはないんだね。これこっち、これがあれば大勢殺せます。モロの根売ったのにデューク何も言わないの、かわいそう。物資の確保は何で、カスタマイズで銃弾を1回上げることで弾回復。よし、連射速度も意外に速いね。ちょっと高いな。
買わない方が良かったか、フル改造用のお金残したかったんだけどね、ちょっとお高いな。段数無制限だけ先に取っちゃえばね。ありがとうございます。まあまあまあセーブして、次工場行く前にちょっとアイテム回収が先だな。